僕は日本のメディアを見てるとですね、容赦なさがない気がしてですね、それは非常に、残念なことだと思ってます。で、その容赦なさっていうのは何かっていうと、そうですね、例えば僕が好きなレックス・フリードマンのポッドキャスト、これはレックス・フリードマンのポッドキャストですね、国内外の人に最近、そうだな、5人くらいで喋ったら、ランダムに、一人も知らなくて、まだそんなに知名度、クラスターの中でしかないのかなと思うんですけど、MIT の AI 研究者のレックス・フリードマンのですね、ポッドキャストなんか見てると、本当、容赦なさっていうか、まあ、インタビューするわけですけど、フリードマンが。その、ゲストの人も、まあ、例えばその、視聴者のレベルとか、そういうこと全くガン無視して喋ってるし、一番熱い話を喋ったし、喋ってるし、その、ロジャー・ペノーズが来るんですよ。イーロン・マスクが来るんですよ。本音で喋ってるっていうか、その、で、それが容赦なさってことですよね。で、この容赦なさの文化っていうのが残念ながら日本にはないっていうのは本当に情けないなと。まあ、公共放送 NHK を含め、日本のテレビには容赦なさって全く皆無ですし、出版される本なんかも、まあ、僕が関わる本も含めて、容赦なさっていうのは無縁だし、それから、まあ、ラジオ番組すべてあらゆるメディアですね。そして YouTube、まあ、地上波テレビの劣化版のような YouTube、にも容赦なさはないし、学術的なですねことを取り上げる場合でもなんか変なノリ角度をつけて演出をつけてやりたがる、それが日本だと思うんですけど、そこにはレクトリードマンあるいはジョーローガンのようなポッドキャストの容赦なさはないですよね。今ですね、おそらく、世界的にテッドのようなフォーマットよりもレックス・フリードマンとか、ジョー・ローガンのポッドキャストみたいなもの。まあ、この二つは本当にメジャーなものですけど、何百万も再生されるようなものですが、それ以外にもたくさんそういうポッドキャストあると思うんですけど、まあ、そういうところに共通してるエーソスは、容赦なさだと思うんですね。本質にもう突然迫ると。で、容赦なく迫っていくと。そういうことに、慣れている人から見たら、日本のメディアは全てぬるま湯に見えるし、猫なで声で余計などうでもいいことをタレントが手を叩きながら笑いながら、そういうのをゲイだと勘違いしている。まあ、僕はずっと腹立ってますけど、で僕の YouTube はそういうの一切なしでやってますが、まあ多勢に無勢で、なかなか日本の中ではそういうものは浸透しないですよね。ただやっぱり僕はそういうものは絶対に必要だと思ってるわけですよ、日本の中で。そういうものがないと僕はやっぱり、いろんなことがうまくいかないだろうなと。何よりも日本人のその魂の成長というか、知的な成熟ということ、あるいはもう何よりも今、例えばですね、その、なんだろうな、まあ Web3 とか DAO なんかにしても、日本だとそれをなんか生やす、適当に。なんか、はいはいはい、いいっすね、みたいな、新しい、動きがありますね、みたいな、人儲けしましょう、みたいな、そういうチャラいノリか、あるいはもう、何なんですか Web3 って、トークンって何なんですか ?NFT って何なんですか優しいとか教えてください、みたいな。それとか、まあ、間抜けな、かまととな、もうなんかそういうものしかないじゃないですか。本当に残念な状態で。で、そういうものがないと、多くのオーディエンスに届けられないと思ってるんですね。それはなんか鶏が先か卵が先かで、そういうマーケットしかないから、そのマーケットにおもねて、そういうことになっちゃってるって考え方もあるし、あるいはその、そもそもトライしてない、それ以外のマーケットを作ろうとトライしてないから、いつまで経ってもそういうことになっちゃってるって考えるともあると思うんだけど、いずれにせよですね、非常に情けない状態になってると。今の日本にないのは容赦なさだと思うんですね。それがもう国の全てのところに僕浸透していく気がするんです。知的な世界ってのは容赦ない格闘の世界だっていうエイトスがですね、全くないんですよね。なんか学生なんかと喋ってても、それはなんか授業でやりましたとか、授業でやってませんと、おいおい、お前さ、授業でやること以外はやんないのかと、おかしいだろうと、普通に生きてればいろんな野獣まで、いろんなことが世の中にあるってことがわかるだろうって。そういうの、例えば簡単に英語ウィキペディア見れば出てるじゃんって関連事項。なんでそれすら読まないのってことになってるのは、まさか言って猫なで声の、レベルを落とした、まあ、ごっちゃ前の普通のくだらないメディアが僕は日本を牛耳ってるからで。で、僕ははっきり義憤を感じてるんですよね。だからそういうメディア僕はまず見ないし、1秒も。
容赦なさのないメディアって。なんか、これ、この感覚で伝えるのはものすごく難しいんですけど、レックス・フリードマンとか、ジョー・ローガンはちょっとまた別枠ですけど、彼女も、彼もね、非常に、彼女じゃない、彼も、大変面白いですけど、なんか、一秒も無駄はないんですよね。すべて、僕の水準から言って、まともなことを喋ってるっていうか、本質をついてるというか、例えば自由意志の問題を議論するにしても、量子コンピューターの議論ほど議論するにしても、仮想された大衆っていう曖昧なものに合わせるって発想は何もないんですよね。本当に興味があること、本当に議論すべきことを議論してるんですよね。で、それが僕はあるべきだと思います。日本でも。日本語でもそれをやるべきだと思う。だから、例えば俺と池上隆が、池上隆のラジオに出してもらって、やったやつは容赦ないですよ。で、それが標準であるべきだと思うし、それを例えば NHK みたいなメジャーなところも、ポッドキャストとかでやるべきだと思うし、それが公共放送の責務ってものでしょう。その、アナウンサーいらないし、MC いらないし、当事者しかいらない。当事者しかいらない。それにはタレントはいらない。一般視聴者代表とかいう、幻想の基づに基づくタレントとかお笑い芸人はそこにはいらない。当事者しかいらない。当事者が喋ってる生の声を聞くことが大事で。で、最初それが分かんなくても別に構わない。じゃあ、レックス・フリードマンのポッドキャストを、すべての人が完全に分かって理解してるのかっていうと、分かってないですよ。じゃあ、レックス・フリードマン自身がじゃあ分かってるのかっていうと、おそらく分かってないこともたくさんあるでしょう。だから学者ってのはそういうもんですよ。だって全部分かってるわけじゃないんだから。だから分かんなくちゃいけないっていう発想が、陳腐なんですよ。それが日本の、ブロードキャスト放送文化の、最も根本的な致命的な欠点で、だからこの国は没落してるわけです。ただ火を見るよりも明らかなんで、俺はその点については1ミリも妥協する気はないです。1ミリも妥協する気はないです。 YouTube の上にある学術情報を扱っていると称している変なノリのね、 YouTube なんかいらないです。そういうノリがいらないです。容赦ない本質主義しかいらないです。それについては1ミリも妥協するつもりはないです。この宇宙をどこでもね、俺が主張するような、形での放送がないんだったら別よ。でもやってるとこあんだもん。なんで日本語でできないの？できるよ。ただやんないだけじゃん。俺はそういうことをこれからもやっていくし、まあなんかセミリタイアでいいと思うんですよ。もう日本語の言論空間の中で僕はこの国のその生っちょろい容赦なさのないメインのカルチャーに全く共感できないんで、そういうものに合わせることが日本のこのメインの文化の中で活躍するってことだとするならば、俺はそういうものは一切関わりたくないんで、それは単にこの国を没落させるだろうし、何よりも自分が没落するのが嫌ですね。自分の魂が堕落するのが嫌ですね。だから僕は容赦なさを求める。容赦なさを求める。僕はまあ、いろんな時時間があったら、レックス・フリードマンのポッドキャスト聞くことありますよ。そこには容赦なさがあるから。容赦なさだけが、魂を鍛えることができる。容赦なさだけが、魂を鍛えることができる。それが僕の、固く信じていることで、このメッセージが少しでも多くの人に伝わればいいなと思って、特に公共放送、NHK の、ディレクタープロデューサーの方々、なんか勘違いしてませんか？視聴率大事でしょ、それは。視聴率大事でしょうけど、もっと大事な魂もあるんじゃないですか？ってことを僕は言いたいです。新幹線走ってる。ということで、容赦なさだけが魂を鍛えるというお話でございましたけど、私ね、今、ちょうど今、そうですね、丸の内、僕グランドストリートと言ってるんですけど、その入り口に来てて、ここは東京マラソンの時に最後にここに入ってくるんで、もうそこまで足が痛くてどうしようもないんですけど、ここら辺からはまたなんとか走るんですけどね、その丸の内グランドストリートとのホームストレートに入ってきました。僕は日本はそんな悪い国だとは思ってませんよ。いいとこといっぱいあって、大好きな国ですけど、ただこの国をより輝く国にするためには、容赦なさはどうしても必要だと思います。今我々が直面している様々な問題は
容赦ない追求でしか解決できないと思ってるんで、容赦なさだけが魂を鍛え、そして未来の日本の未来を開くと、そう信じています。以上です。